ポツダム広場の周りに放射状に広がるビル群。右上の八角形の広場はライプツヒ広場地図。ポツダム広場はドイツの首都ベルリンのミッテクにある主要な広場で、また交差点でもある。広場の名は近郊都市のポツダムにちなむ。19世紀初頭まではポツダムからベルリンを結ぶ街道がここでベルリン市を取り囲む都市城壁に設けられた関税門。 ポツダム門をくぐっており、門の外は各方面からの街道が集まる交差点になっていた。これが現在のポツダム広場にあたる。1838年、ベルリンとマクデブルクを結ぶ鉄道のポツダム駅が設けられると、ポツダム広場はベルリンの市内交通の中心地へと変貌していった。20世紀初頭にはベルリン市電の路線が集まるほか、周囲には ホテルやカフェが立ち並んだ。1938年の写真。手前の八角形の広場が、ライプツィヒ広場。その右側のポツダム広場の交差点から通りが広がっている1920年代、30年代にかけて、ポツダム広場は、ヨーロッパ経済の中心地の一つだった。前世紀は1920年代でアレクサンダー、広場と共に、 ベルリンのナイトライフの中心だった。ベルリンの多くの場所と同じように、第二次世界大戦の最後の年の激しい空襲と砲撃により、建物の多くは破壊された。戦争終結後、占領軍によってベルリンは分割され、ポツダム広場はアメリカ軍、イギリス軍、ソビエト軍の占領地域の境界になった。後に、東西陣営の冷戦時代には、ソビエト占領地域は、 東ベルリンと西側占領地域は西ベルリンと呼ばれるようになった。ポツダム広場周辺のビルはいくつかは修復され再利用されていたが廃墟のままの建物も多数残っていた。東ドイツの政府機関が入居していたかつての商業ビルコロンブスハウスは1953年の東ベルリン暴動で反省を訴える群衆に焼き打ちされ炎上した。当初は 東西ベルリン間は往来も盛んであったが、この通行の自由さを利用して、東ドイツの国民が西ベルリンを通じて西ドイツへと亡命する事態が相次ぎ、東ドイツは国民の流出を止めるために西ベルリンの封鎖を考えるようになった。1961年8月に東ドイツ政府は東西ベルリン間の境界を封鎖した。これにより、 ポツダム広場は市民にとって行くことができない境界になってしまった。1961年8月31日に都市の中を貫く境界線に沿ってベルリンの壁が構築され、ポツダム広場は2つに分断された。壁の周囲は無人地帯となり、残っていた廃墟も解体されてさらちと化した。かつての賑やかな交差点は荒れ地になってしまったのである。 ソニーセンターポツダム広場の夜景1989年にベルリンの壁が崩壊した。1990年7月にはロジャー・ウォーターズが東・西ドイツ分断集結を記念する巨大なチャリティーコンサートを空っぽのポツダム広場で開いた。1990年以降、広場はベルリンの中心部からすぐという魅力的な場所のため注目を集めた。 ベルリン市はこの地域を4分割し、それぞれを開発するデベロッパーに売却した。再開発期間中はヨーロッパ最大の工事現場だった。4つの地区のうち最大のものはダイムラー・ベンツが担当した。レンゾピアノによって基本計画が立てられ、個々のビルはこの基本計画に沿って、それぞれ様々な建築家の設計で立てられた。この中には、ハンス・コルホフによる、 ポーツダマープラッツナンバー1も含まれ多数の法律事務所が入居している。ドイツで初めての信号機とバーンタワー2番目に広い地区はソニーが担当しヨーロッパ本社を建設した。ヘルムトヤーンによるガラスと鉄からできた軽快な一枚岩のソニーセンターはベルリンにおける近代建築の最高峰の一つだとみなされている。ソニーセンターには 戦前のベルリンを代表するホテル、エスプラナーデに残されていたカイザーアザールを取り込む形で保存しており、レストランとして利用されている。今では1日に7万人がポツダム広場を訪れ、ポツダム広場はほぼ終日人で溢れている。旅行者にとっては必ず行くべき場所になっているし、ベルリン市民にとっても最高のショッピングエリアである。また、3つの映画館と1つの映画学校、 一つの映画博物館の40箇所のスクリーンがあり、2000年からは2月にベルリン国際映画祭が開かれている。ありがとうございます。